ピーチャンネルです。いただきました。ありがとうございます。で、今回ですね、ちょっとお家の中見てみたら、このチュールシリーズうちにあったんで、これと固形ですねを混ぜたらどうなのかなっていうのから、まずリーちゃんの様子を見ていこうかなって思います。いろんなとこから情報っていうか教えていただいた方もいてたんで、そのことも実践していってみようかなって思ってます。ご飯をお湯でふやかしたらいいよっていうのも聞いたんで、そういうのも取り入れていこうと思って動画の方をまた上げていくんで、またよかったら見てください。今回はこのチュールシリーズ4種類入ってる男のパックがあったんで、今回この黄色の、鶏ささみ緑黄色野菜入りっていう、これと固形ですね、この固形を混ぜたらリーちゃんはどういう風に食べ方をしてくれるのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。鶏ささみ緑黄色のシリーズを混ぜていきたいと思います。コメントねいただいた方で、お肉とかささみとかですかね、鶏肉とかリンゴとかもいいですよとかね、いうのを教えていただいた方もいてたんで、随時動画アップしていきたいと思いますんで見てくださいね。どれがリーちゃんに お好みなのかちょっとわかんないんですけど、ね、前回の動画でこのフォークでカチカチやってる音がすごく私的に見えざわりだったんで、今回ちょっとプラスチックで混ぜますね。こんな感じです。リーちゃんの反応はどうでしょうか。リーちゃん、ご飯食べる？甘する？今日はちょっとテンション高めですよね。はい、どうぞ。今日は食べる気満々なモードになってますね。実はね、固形の方も前回動画で上げてた固形はまん丸の、まあ、ちょっと固めかなっていうような固形だったんですよ。それを小型犬飼ってるお友達が、これうち食べるよっていうのを教えてもらったんで、それを今回ちょっと使わせてもらってます。チュールのついてるところだけをペロペロ舐めてる感じもしなくもないんですけどね。前回ね、動画上げさせてもらった時にすごく細かくコメントいただいたんで、それめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。うちも食べないことありますよって言ってコメントくれたんです。本当感謝です。でも噛んで食べてますね。やっぱり同じのばっかりあげてると飽きてきちゃうのかもしれないですよね。まあ人間もそうですけど、ね、今回ねチュールのお得パックっていうのがあって、まあ4種類入りっていうのがあったんで、あ、そういえばあれあるやんと思って、ちょっと今日はチュールバージョンであげてみましたけど、これはなかなかリーちゃん美味しいわって感じですかね。完食ですかね。リーちゃん完食したの。全部食べたの。ペロペロしてるの。リーちゃん美味しいの。美味しい。美味しいの。美味しいの。美味しいの。はい。完食。
美味しかったの。美味しかったの、よかったね。よかったね。ゆきゃん美味しかったの、よかったね。いつも食べてね。いつも食べてね。今回は、ピーナーパーのワンチュール。皆さんご存知ですよね。このシリーズの、4種類入ってるんですけど、これの黄色ですね。黄色を使ってみました。なかなかの試食で良かったです。まあ、あと3種類あるんで、3種類も試してみたいと思います。あと、コメントいただいた方の分も随時アップしていくんで、また見てください。チャンネル登録もお願いします。ありがとうございます。バイバーイ。